ちごる、こんにちは、市原達彦です。今日は何見せている、はい、今日はですね、練習場で自分がいつもやっているルーティンワーク、ウェッジからアイアン、ドライバーまでの、練習をちょっとお見せできればなと思って。自分はウェッジから、始めるんですけど、はい、ウェッジから始めない、ほぼみんなウェッジなんですかね。うん、じゃあ結構皆さんちっちゃいのから始める人が多いですね。多いんですか。はい、あんまり最初からドライバーブンブン振り回してるっていう人はあんま見ないですけどね。なるほどですね。はい、ちょっと打っていきましょうか。はい、はい、ちょっとドライバーしまって、っていうかなんで最初ドライバーウェッジからやるならウェッジ持ってるわけじゃないですか。いやなんかドライバーの長さが落ち着くなと思って。長さ的にですね、はい、すいません、はい、ドライバーしまって、はい、ウェッジは何を使ってるんですか。プロトC プロトコンセプトの58度のウェッジ、すごい、打感が良くて、はいはい、球の食いつきもいいんでこれ使わせてもらってます。なるほどですね。はい、はい、自分はトラックマンをいつも持ってきて、はい、いろいろデータを確認しながら練習してるんですけど。あ、トラックマンを個人で持ってるんですか。あ、そうなんですよ。はい、ちょっと自己投資で、はいはい、思い切って購入しちゃいました。でもすごい便利ですよね。クラブのデータとか全部出ますし、はい、まず最初に自分は片手打ちからやるんですけど、はい、ちょっと左手で右手をちょっと支えながら30ヤードぐらい。それ片手で最初始めるっていうのは何か理由があるんですか。はい、右手と左手の動きを確認してるんですよね。毎朝こう感覚って変わるんで、これでちょっと整えてあげるじゃないですけど、右手一本でこう、これでちゃんと自分の思った通りの打感、当たり方ができたと思ったら今度左手にこうして、今はちょっとトップしてるんで、ちょっと体の起きが早いのかなとか、はい、なるほど、じゃあそれは右手1本左手1本っていうのは別に回数とかじゃなくて、はい、その打った感触で、はい、今日の体の調子を見てるってことですか。そうです、そうです。大体これを、やっぱ左手がちょっとするな。そういう時はもうちょっと体をゆっくりこう動かしてあげたりとかで調整するんですよね。でこの後に、はい、自分はこの500円玉、何でもいいんですけど、500円玉をここに置くんです。それなんで置くんですか。みんなここにクラブとか置いてアドレスの向きとかを確認する方結構いると思うんですけど、はいはい、自分は目玉がずれるのがすごく嫌なんで、はいはい、ここでフェースをしっかり500円玉の上を通すように合わせて、目玉の管理をするっていう意味で、コインを置くんですよね。で後ろからボールとコインを結んであげて、はい、あの辺りだなっていうのと目線もちゃんと合わせてあげる、フェースを合わせて500円玉の上に通るようにしてあげて、で構えて、ちゃんとあそこに向けてるなっていうのを確認してから、でこのウェッジショットをだいたい何球ぐらいですかね、揃うまでやるんですけど、だいたい5球から10球ぐらい、大体飛んでるんで、ちょっと今日はこのぐらい2球にして、はい、でその次は、その日によって違うんですけど、奇数打ったりとか、奇数の番手打ったりとか偶数の番手打ったりとかするんですけど、例えばじゃあ9番アイアンに変えたら次7番アイアンとか、で次9番アイアン、9番何使ってますか。
これもプルトシーのプルトコンセプトのアイアンです。で結構自分練習中で意識しているのは、最初ウェッジで、はい、多分最初780ヤードぐらいの距離を打ったと思うんですけど、同じ力感でドライバーまで打ってくるんですよね。ウェッジだからゆっくりとか、ドライバーだからいきなり速くしたりっていうのはしないんですよ。基本クラブをこうやって9番アイアンに持ち替えても、これが最初に打った58度のサンドウェッジで80ヤード打つと仮定して、もう同じ力感で打っていくんですよ。いきなり飛ばそうとか緩く打とうとかっていうのは基本しないんですよ。全く同じ力っていうか、その力感で、そうですね、ペースを合わせて58度のウェッジと同じ力感で、調子いいかもしれないです、はい、でこういうなんか結構出玉が揃ってて調子いい日は、あんまり大きなクラブとかあんま打ちすぎないで、基本の片手打ちばっかりやったりしますね。次7番に行きます。結構少ないですね、打つ回数。今日はちょっと撮影用にちょっと打ちます。普段はもうちょっと打つんですか？普段はもうちょっと打ちますよ。一晩ってどのぐらいだろう、2、30球ぐらい打ちますね、もっと打つかな、50球ぐらい打つかもしれないです、ね、今日なんか50球同じ番って打っててもあれじゃないですか。でトラックマンの数値は見てるんですか？あ、見てます見てます、はい、キャリーとさっきのどんな感じなの？さっきのこんな感じですね。9番円で9000回転、キャリー128ヤード。トラックマンが便利なのは、練習場のボールでも、はい、コースボールと同じように、変換してくれてデータが出るんで、すごい重宝してます。トラックマン高いんですよね。結構高いですね。持ってない人どうするんですか？借りる。自分に言ってくれればお貸しするんで言ってください。もしくは撮影に付き合ってくれるなら。あ、そうです、撮影に付き合ってくれたらお貸しするんで。今ちょっと7枚打ってきます。まあ、これも同じようにコインの上を通すとのペースを合わせて目標を確認して、同じ力感で、めちゃめちゃまっすぐですね。なんか調子いいですね。調子いいですね。いや、ここで例えば今日体の動きがちょっとおかしい時あるじゃないですか。ダフったりとか、右行ったりとか、はい、左行ったりする日結構ある、まあ、あるんですよ。まっすぐ行く日ばっかりじゃないんで、そういう時はまた自分片手打ちに戻るんですよね。片手打ちでやっぱ揃うまで大きいクラブを打たないようにしてるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。え、じゃあ今みたいに3度やって、9番やって、はい、7番やってって来た時に、はい、ちょっとずつずれてきたら、毎回その番手でやるんですか？58度のウェッジに戻ります。あ、戻るんですか？戻るです。結構戻ります。7番やがまっすぐ行かないからって言って、ここでいろいろ操作したりはほとんどしないです、ね、あ、じゃあ片手打ちは、58でしかやらないんですか？58でしかやらないですね、はい。たまに54度のウェッジも使ったりするんですけど、気分転換に、はい、58度が飽きた時は。でも基本は58度で全部やってます。で、まあ次7番アイアン打って、まあ、ちょっと今日5番アイアン入れてないんで、はい、まあ、あとユーティリティですよね。ユーティリティ
ピンの G30、これ多分相当古いモデルなんですけど、でシャフトはモーダス105の S です。手元がしなるんでタイミング取りやすいんですよね。自分の場合ちょっと切り返しが結構クイックなんですよ。早いんで、ちょっと手元がしなってくれた方がタイミング取りやすいんですよね。自分で結構大きくこう間を取れる人とかはおそらくそんなに手元がしなると戻しづらいと思うんですけど、自分の場合結構クイックに入りやすいんで、ちょっと手元がしなるようなシャフトを結構入れてます。入れていて打ってみましょうか。これもベースを合わせてマジリッチさんで、今日めちゃめちゃ調子いいんじゃないですか。なんか今日まっすぐ行きます、ね、一個も曲がってないですよ。一個も曲がってないですね。なんでだろう。データも結構いいです。いいですか。はい、打って、で次はスプーンを打ちます。はい、スプーンを。スプーン、はい、まあ、これも G30 なんですよね。もうこのスプーンももう7、8年打ってるんですけども変えられなくて、ティーショットでも距離出てくれるし、例えばロングホールのセカンドとかでも球上がってくれるし、なんか万能なんですよ、もう本当にいろんなスプーン打ってるんですけどこれ変えられなくて。でシャフトは何だ。シャフトは、シンカグラファイトさんの CL シャフトの SX、重量どのぐらいなんだろう、 60g 後半だと思うんですけど、タイミングがすごい取りやすいんですよ。それもしなるんですか。これもちょっとしなる、 しなるですね。しなるんですけどタイミング取りやすいんで、しなりながら戻ってくれる。いきます。投げる感じ、少し球が捕まえきれなかったですね。でも感覚的には当たってますね。はい、芯食ってていい感じです。こう確認して、おお、会心だ。なんか調子いいですね。全く曲がってないですね今のね。あれでもそのスプーンって今ぐらいの高さがちょうどいいんですか。そうですね、出だし、自分はそんなに今上げようと思ってないんで、で力感もそんなに強く入れてないんで、はい、なるほど、低くライン出しみたいな感じで打ってます。すいません、なんか知識が。いやいや全然全然。 でドライバーいきます。ドライバー、ドライバーも G30 なんですけど、まあ、これも変えらんないですね。 G30 ピンの G30 9度で、シャフトはシンカグラファイトさんにちょっと長めにしてるんですよね。なんか短いとあんまりなんか振り切れる感じがしなくて、あと自分はそんなにスピン量が入る方じゃないんですよ。球もそんな上がる方じゃないんで、結構ハンドワーストに値しすぎちゃうタイプなんで、このその中でも G30 は程よくスピンが入ってくれるんで、今のドライバーって結構低スピン化してきてるので、ちょっとあれなんですよね、低スピンのドライバーってちょっと合わなくて、なのでちょっとこの古いモデルでスピンが入るモデルで打ち出しをちょっと上げることによってキャリーを出して飛ばすようにしてるんですよね。でこれもまあ500円玉を目標の先に置いて、で玉の管理をします。いきます。右手でフェースを合わせて目標を確認して、筋量多めなんですけど、まあ、こんな感じのデータですね。ヘッドスピード48ぐらいで、
ちょっとスピン量が多いですよね。3614、これが2800回転ぐらいだといいんですけど、ちょっといつもよりはそうですね、ちょっとスピン量が入っスピンが多く入っちゃってる分ちょっとキャリーが出てないかなっていう感じですね。今キャリーどんぐらいですか？キャリー256ですね、はい、もうちょっと打ってみましょうか。なんかこうやってカメラの前でトラックマン出たんですよ、振りたくなってきちゃう飛んでねえじゃねえかと思われたくないです。そうなんですよ、そういう飛距離がね。まあ、でもいつもの練習通りでいきましょう。いつもの練習通りでいいです、はいはい、今ちょっと一瞬振ってやろうかなと思ったんですけど、いいんじゃないですか。やりましょう。いいですね、結構いい感じなんですけど ね、 どうね、いいですね今。ちょっとやっぱでもちょっとスピン量多いな。スピンが多いですか、うん、今日は3400回って、まあまあまあこんなもんかな。じゃあ1回ぐらいちょっとまんぶりしてみますわかりました。なんかね、数値出て飛距離出ねえプロゴルファーって言われたくないからまあでもあれですよね、こういう打ちっぱなしの球ってちょっと飛ばなくなってるんですもんね。ああそうですそうです、まあ、そうですけどトラックマンはこれコースボールで打ったと仮定してくれてるんで、はいはい、ほぼそんなに変わらないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあいつもどんぐらい飛ばすんですか。まあでもキャリー270とか80とか270、80ぐらいだと思います。さっきな25いくつでしたっけ。256 257、もうちょっと出したいですよね、はい、で、まあ、ヘッドスピード 48.4 なんで、まあ、50ぐらいは出したいですよね。ちょっと振ってみます、ね、振るとき結構自分が気をつけているのは、はい、一生懸命腕で強くガーンって振らないで、結構ここからお腹に力を入れて、うってお腹に力を入れることでヘッドスピードを上げてるんですよ、はいはい、まあ、そっちの方が体幹が体幹を使えるというか、ちょっとそういう感じでやってみます、ね、お腹を意識して振ってます。まっすぐだな。どうだろう。どうすか。ああでも 49.4 か50はいかないか。49.261。さっきより4ヤード増えたっすけど。49.4。50いかな。50いきたいな。せっかく撮影ですからね。じゃあもうワンチャン、もうワンチャンで、もうワンチャン、はい、これ結構トラックマンでヘッドスピード1以上上げるって結構あれなんですよ。ちょっとデシャンボー見たくて素振りから素振りを強く振っていいですか。49.5 泣きのもう一回いきます。泣きのもう一回いいですか。ですよ。出ないな。あれでも調子今腰調子悪いじゃないですか。腰とかね、まあ言い訳させてもらうと、うん、はい、ヘルニアになる前はどんぐらいマックス出てたんですか。マックス結構出てました。56とか。あ、そうなんですか。でやっぱりヘルニアでちょっと痛いから抑えるようになったと思う、はい、なんか抑えざるを得なくなっちゃいましたよね、うん、なんだろう、まあ、でも今飛ばそうっていうスピード上げようって言ってもそんなに方向ずれないですもんね。また確かにバランス取りながら振ってるからです、はいはい、これをなんかバランス崩れるまで振ったらもしかしたらいいかもしれないです。バランス崩れるから振ってみましょうかいやでもなんか試合で使えない球じゃ意味ないですもんね。そうなんですよ。そうだから今はまだ10のうち10というか10のうち8ぐらいで打ってるかもしれないです。で泣きに一回いきますね。はい、しっかり合わせて目標確認していきます。いや
感触がいいんですけどね。ヘッドスピード上げるって言いながらもきっちりまっすぐ行ってますもんね。ヘッドスピードが上がらない。上がらないですか。 49.5 でも距離は結構出たと思うんだけど、うん、今ヘッドスピードが 49.5、 はい、で飛距離が268の28の、うん、ちょっとスピン量が多いですよね。スピン量が多い分ちょっと距離が出てないのかな。そういうことなんですか、ね、うん、まあちょっとまたヘッドスピード50次回に、はい、はい、まあでも今なんかいつものルーティーンからちょっとずれちゃいましたけど、あ、そうですこうやってドライバーまでやって、はい、それを大体どんぐらいやるんですか。うーん、一番手50球ぐらいって言ってましたもんね。まあ、そうですね、4、50球そうですね。ってことは何奇数の日と偶数の日とで分かれる感じですか、うん、それとも全種類振るときあるんですか。あんまないですね。あんまないですか。あんまないですね。じゃあ今日は奇数の日偶数の日っていう感じで。そうです、分けてますね。でじゃあ合計6、7番手ぐらい打つんですか。そうですね、58度、まあ50、まああと50度があるんで50度、うん、まあ、9番やん、7番やん、ユーティリティ、スプーン、ドライバー、まあだから400球ぐらい、400、500球ぐらいですか。7、8番。そうですね、それまあ2時間とか3時間ぐらいかけて、まあ、ゆっくり打つ感じの日が結構多いですね、うん、うん。でなんか練習の時に気を使うことってどんなところに。いや本当に最初にも言った通りはあれですね、力感をすごい大事にしてます。ガーンとか振ったりとか、ちょっとヘッドスピード50出しますみたいのはあんまりやらないですね、はい、まあ、今撮っててドライクマンでやるとちょっとついやっちゃいましたけどね。ついやっちゃいましたけど、はい、もうほぼやらないです。あ、でも基本同じ力感を揃えて、もうワンワンっていうのを体とこう腕の同調をすごい大事にしますね。ここからいきなり腕だけバンと速くしたりとか、体だけグッと切ったりとかしないで、連動をすごく意識しながら、体と手の連動を意識しながら打ってあげる、打ってあげるっていうのをすごい重視しながら練習しています。でまあ大体ドライバー打ってまた結構戻ったりするんですけど、また片手打ちに戻ったりしますね。でじゃあ締めはドライバーまで行って最後また3度に58、ああ3度に戻りますね。58に戻して、はい、同じ力感でこう片手打ち で今度は左手一本で、まあこれほぼこれ打ってるかもしれないですね、片手打ちを。ああシャンプーした、あれはダメです。だからどうしてもなんかもうすげえ調子悪い人があるじゃないですか、はいはい、そういう日はもうアプローチしかしないです自分は。あ、そうなんです。練習場でもう本当に10ヤードぐらいをこうやって打つ練習、もう軽くやっぱあるんですよ。すごいなんか何やっても当たんない日、体がなんか全然整わない日、そういう日は無理に整えようとしないで、もう本当に10ヤード5ヤード、10ヤードぐらいのアプローチをもうひたすらこうやって打ってます、うん、だからあんまりできないことをやるんじゃなくて、できることだけやるように。その5ヤード、10ヤードのアプローチだけやる理由って何なんですか。一番やりやすいんで。力もなく捕まえるって感じなんですか。そうですね、一番自分の中ではそこがあんまり狂わないんで、練習場だと、はい、ここが狂ってたらここはほぼ狂わないですね、練習場でやる分には、はいはい、だから一番正確に狂わないように打てる練習をひたすらやるっていう感じですね。なんかあんまりこう、あ、今日調子悪かったなって帰りたくないんですよね、はいはい。あ、じゃあいい感じのいい感触で帰りたいから、うん、そうですそうですそうです。
いいやつだけやって帰るとか。そう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 、あんまり自分をいじめたくないのかもしれないですえ、じゃあドライバーとか調子悪いってた瞬間にやめるんですか。じゃあ一回やめてまた片手打ちに戻ってでまたドライバー打ったりします。でもダメだった時はもう打たない。あんま打たないですね、うん、あじゃあもう今日はもうどうしようもねえなって、あのその片手打ちやってダメだった場合はもうやらない、うん、やらないですね、うん、そういうふうに割り切るっていうのも大事なんですか。そうです、やっぱ調子悪い日いい日ってあるんで、そういう日はもう本当に割り切った方がいいですね、うん、ドライバー調子悪いからってどん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 力んじゃうのが嫌なんで、うん、あそうすることによって余計崩れる。余計崩れちゃうんですよ、うん、はい、だからそういう時ほどもう基本に戻って自分のできることだけをやって一日を終えるっていう確認ですよね、体の動きの、はい、でじゃ あのスイングはまだ固まってない人とかはどういうことやっていけばいいんですか。スイングの固まってない人は、うん、やっぱり9番アイアンでハーフショットですね。ビジネスゾーンと言われる、うん、だから最初に自分がやったあの58度のウェッジで780ヤード打つぐらいのスイングを9番アイアンと同じようにやる、やって正確に打てるように、うん、積み重ねていくことが大事だと思います、うん、スイングそこで同じなんですか9番アイアンで300球打ってスイングを固めるっていう1週間例えば毎日打って固めた方がいいと思いますけどね。一つのクラブであんまりあのいっぱいいろんなクラブ打たないで一つの番手で、ずっと練習するっていうのがスイングを固める一つの方法だと思います。今日はありがとうございました、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ちゃんと言いましたね。ちゃんと言いましたね。ありがとうございました。